皆さんこんにちは。セレモニーより代表の大塚でございます。今回はですね、葬儀社選びのポイントということについてお話をしていきたいと思います。葬儀屋さんを選ぶ上で4つのポイントがあるんではないかなと私は考えておりまして、まず1つ目はですね、価格の安さ、これをもう前面に打ち出している会社。もう安ければいいみたいなんですね。こういう会社はちょっとやめた方がいいかなと思います。2番目としましては、その会社あるいは担当者が信頼できるかどうか。で、3つ目は、お相手した担当者の態度をですね、見ていただいて、お客さんに対するリスペクトがあるかどうか。これがないとちょっと厳しいかなと思います。で、4番目はですね、感覚的に、あ、この会社、あるいはこの担当者とは相性がいいなという部分ですね。以上の4つが私は葬儀社を選ぶためのポイントになるのではないかなと思っています。で、葬儀社を選ぶにはですね、まあ急に選ばなきゃいけないっていうシチュエーションが多いんですけども、やはりですね、事前にいろいろ見積もりを取ったり、担当者に説明をしてもらったりということで、今の4つのポイントをよく考えた上で、あらかじめですね、葬儀の前に目星をつけておかれるのがいいんではないかなと思います。で、今お話した4つのポイント、これについて詳しくですね、当社のホームページ、代表のお役立ちブログの中で話しております。書いております。ぜひそちらをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。